ビクター・ジョックモント・ビクトール・ジャケモンはフランスの博物学者、探検家である。インドの植物採集を行ったがインドで没した。父親は元貴族でフランス革命でナポレオンに対するマレーの陰謀に参加し、投獄されたフレデリック・フランソはウェンセスラス・ジョックモント・デ・モローである。ジョルジュ・キュビエと共に医学、地理学、植物学を学んだ。 友人たちとアドリアンド受州、アドルフ・ブロニャールらと、フランス各地、ベルギーの植物採集旅行を行い、ジョベールと共に、セベンル山脈とアルプスを旅した。その後、自然史博物館で、博物学者としての訓練を受けた。1826年の秋、ラファイエット公爵の推薦で、北、アメリカへの最初の航海に参加した。その後、兄弟のフレデリックと共に、 ハイチに泊まり、ハイチでルイコルディエに出会い、パリ植物園のインドの最終探検を率いることを依頼された。ジャケモンは了承し、パリに戻って準備を行い、ロンドンの東インド会社と交渉し、1828年8月26日、ゼラス号に乗り込んでインドに出発した。8ヶ月かけてケープタウンに至り、翌年1月に、 ブルボン島に到着ししばらく泊まるが、2月に嵐でゼラス号も損傷を受け、その修理を待った。1829年5月にカルカッタに到着した。インドには3年間泊まり、ヒマラヤまで探検した。パンジャーブ地方の宿王国を訪れ、皇帝ランジートシングと会見した。病を得て、パリ自然史博物館に送る標本を準備し、ムンバイの軍病院で治療を受けたが、 1832年に肝臓のアメーバ感染のため31歳で没した。5800の植物標本、正確な記述と共にまとめられた岩石標本、動物の剥製標本は1833年夏に博物館に届いた。ジャケモンの標本はルネデ・フォンテーヌラによってまとめられた。プロスペルメリメによってジャケモンの日記と書簡が出版された。 ベチャラジョックマンタイ、コリュルスジョックマンタイ、プラニスジョックマンタイなどの植物に懸命されている。1881年にジャケモンの遺体をフランスに戻すことになり、パリ自然史博物館近くに埋葬された。パリの市庁舎の南正面に彫像が飾られている。ジョックムは植物の学名で命名者を示す場合に、ビクトールジャケモンを示すのに使われる。 ありがとうございます。